We Love Tricity! 皆さんこんにちは。今日はですね、久しぶりに We Love Tricity をやってみたいと思います。実はですね、トリシティ自体はお店の方ではいろいろとちょこちょこやってはいたんですけども、ただですね、動画としては他のものがちょっと目白押しでですね、空いてしまってたので、ちょっと久しぶりにアップロードしてみたいと思うんですけども、あれから、トリシティもいろいろとですね、細々した進化を実はしています。まずそちらの話をしてみたいんですけども、ですね、実はこの We Love Tricity を見てくれてる方でですね、ちょっとお店の方に来ていただいていろんなお話をさせてくれた方がいたんですね。なのでせっかくなのでその辺をちょっと参考にしてですね、改造をしました。まずはですね、実は、前にハイマウントストップランプというのをつけました。ちょっと過去の画像を見ていただいてですね、ちょっと出してみますね。この画像を見ていただくと分かると思うんですけども、実はですね、やはり一度ウインカーとハイマウントストップランプをルーフの下にくっつけたんですね。そしたらですね、コメント欄にですね、トラックの運転をされていらっしゃる方からウインカーがちょっとそこの位置だと見にくいんじゃないかということでですね、後日ウインカーを移動しました。そしてですね、その後にですね、実はちょっとこの We Love Tricity 見ていただいている方が見せてくれたオートバイがですね、結構秀逸で、それをですね、今回はですね、パクりました。で、早速見ていただくんですけど、ハイマウントストップランプとウインカー、こういう形に変わりました。で、これは実は前はさっきの画像で見てもらったように、ここテール、ここウインカーだったんですけども、さらに大型化しましたね。で、四輪車用なので、部品としては防水ではないんですけども、ちょっとした防水処理とですね、あとはすごく安いものなので、消耗品という言い方をしたら乱暴なんですけども、壊れたら交換したらいいかなということで、一応こういった形で、つけました。これがですね、以前のものに比べてやっぱり美しいというか、クオリティが高いというか、まるで標準でついているもののように、感じると。せっかくなんでちょっとつけてみたいんですけども、見ててくださいね。こういう感じです。結構立派な明るさを持ってますね。そしてウインカーもですね、こんな感じで光ります。なのでもちろん、今までの状態でも十分安全性という意味では確保されてたんですけども、なんとなくですね、楽しい気持ちになってこっちに変えちゃいました。なのでよりまとまりが良くなったんじゃないかと思います。そしてですね、続いてですね、これですね。これが何かというとですね、ルームランプなんですけども、キーをオンにしてここのスイッチを押すと、こういうふうに、光ります。ちょっと車みたいでですね、便利かなと思ってつけてみました。もちろんこれいたずら対策で、キーオフにすると、消えるようにはなってます。キーオンにすると光るという形ですね。こんなものもちょっと今回つけてみました。そしてですね、だんだんとやってるうちによく分かんなくなってきたので、今回ちょっとウェブサイトの方でですね、実はもうこの辺の詳細って載せてるんですよ。なのでうちの YSP 横浜戸塚のホームページ見ていただければ、こういった装備品、バラバラにですね用意してるので、見ていただくことももうできるような形にしました。このテールランプに関しては、正直そのネットで買ってるものなので、いつまで売ってるかっていうのがあんまりわからないので、もしかしたら、いざとなったらもう取り寄せができないっていう可能性もあるので、ご興味がある方はお早めに声かけていただければと、そういうふうに思います。この辺のもの、YSP 横浜戸塚でもいいですし、HV ファクトリーさんの方でもいいと思いますけども、声かけていただければですね、取り付けることができます。だんだんとですね、トリシティもちょっと車のような感じに少しずつなってきたんですけども、多分皆さんご自宅のお近くのお店とかで、こういうルーフキットつけてもらったりとか、検討されてる方もいると思うんですけども、多分最初、新車で買う時に、お話された方が、もしくはルーフキットを組み付ける時に一緒に依頼した方がいいと思います。なんでかというとですね、配線、この柱の中にやっぱり通したいですよね。実際このパイプの外にこうタイラップでこう止めながらでももちろんできるんですけども、やっぱりこの中を通すと見た目もスマートですし、あとはいたずらなんかもされにくいでしょうしね。でその時にこのルーフの中にいろいろなものを仕込んでおくことが、もう最初に声かけてもらえれば簡単なんですね。例えば、これなんかはアクセサリー電源といって、キーがオンにした時だけ電気が来る仕掛けを採用してるから、こういうことができます。オフにするとつかなくなるわけですね。とか、あとはこのストップランプとかですね、あとフラッシャーまで両方、入れたいとなるとですね、そのテール関係の線とウインカー関係の線をですね、この中に持ってこなくちゃいけないんですね。それとか、あとは後日何かしたくなった時のために、メイン電源ですよね。もうキーオンオフ関係なく来てる電源を引いてあげたりとか、あとは皆さんドライブレコーダーをつけたいとか、そういったものもですね、当然要望としては出てくると思うんですね。なのでそういったことをする時に、やはりあらかじめ言っといていただけると、もうこれとこれとこれがつけたいんだよ将来的にはって言っといていただけると、非常にこうやりやすいというか、一度屋根を取り外して配線を引き直すっていうのはとても大変なので、当然工賃もまた脱着分かかってしまいますからね、もったいないので、もうこれからトリシティにルーフをつけること、検討されている方だったりとか、トリシティ自体をこれからご購入検討されている方は、最寄りのお店なんかであらかじめやっぱり言っておいた方がきっと、お安く済むんじゃないかと、そんなふうに思います。そしてですね、もう一つお話ししておかなくちゃいけないことがですね、ワイドバイザーですね。今、ちょっとだいぶお待たせしちゃってるワイドバイザーなんですけども、これですね、おおよその目安としてはですね、6月頭ぐらいに今ずれ込んじゃってるんですね。で、もうちょっと待っていただければ、この We Love Tricity 内で発表できるんじゃないかと思うんですけども、今ちょっとですね押してます。でなぜかというと、生産元との価格のこう整合が取れなくてですね、ずっと吸ったものやってるんですけども、ただですね、当初約5万円ぐらい、5万円を切る形で、提供したかったんですよ、この商品自体を。で今の感じだと実はですね、むしろもう少し安くできるんじゃないかっていうところでですね、それでちょっと実はいろいろとやって時間がかかってます。なので6月頃にアップロードする We Love Tricity で皆さんには実際な正確な価格だったりとか、あとはその商品、完成したものですね、それをお見せできるんじゃないかというふうに、今もたもたしてるように見えるんですけど、実は全力でやってます。なのですごくコアな商品なので欲しいという方は限られるでしょうけども、ただですね、そういった形で我々はそれでも提供できればいいなと思って努力はしてますので、そんな感じになってます。今日の We Love Tricity はですね、ちょっとほとんどおしゃべりをしてしまって終わりという感じにはなるんですけども、また次回の We Love Tricity 見ていただけたらというふうに考えております。それではですね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、ここで皆さんにお願いがあります。この YouTube にはですね、コメント欄というのがありますね。今回の動画の、情報をお持ちの方とか、このバイクのオーナーの方、よかったらぜひそこにですね、感想などを書き込んでいただけたらすごく助かります。そしてですね、このバイクに対する疑問だとかわからないこと、同じですね、そういったことがある方ももしよかったら書き込んでみるとですね、もしかしたら誰かが答えてくれるかもしれません。ぜひコメント欄を有効にご活用お願いいたします。